か、い、わけあり、ダイエットウォーク、まこねです。今日はですね、実は私が、ものすごく、決定的に苦手な、まあ、あまり日本人で得意な人はいないんじゃないかなって、私なくて思ってるんだけど、そんなお話をしたいと思います。何かっていうと、何かっていうと、久しぶりにワンちゃんに吠えられちゃった。なんか悪いオーラ出してたかな。まあいいか。私は知らない人に声をかけるっていうのが、ものすごく苦手なのよ。得意な人いるかな？まあ、お仕事柄とか、まあお仕事でね、まあ、路上にね、いろんな人に声かけるっていうお仕事してる人は、お仕事だと思って目的はっきりしてるから声かけられると思うんだけど、私ね、あの人どんな人だろう、興味あるなって思っても、で、声かけたいなっていつも思っても、声かけられない。そうなのよ。そう、まあね、お仕事だったら、お仕事でなんかやってて、例えばね、チラシ配りとか、まあそういうので、どうぞどうぞって、人の前に紙を出したりするとか、そういうのはね、できるんだけど、普段、ね、生活してる中で、なんか、面白そう、あの人どんな人かなとか、あの人声かけてみたいなと思っても、なかなか声かけられない。これがちょっと私の悩みで、例えばさ、街録を、みたいにね、街録風に、動画撮りたいと思っても、あの人にちょっと声かけてみたいなと思っても、もうね、躊躇しまくる。まあそんなね、それができないのよ。そう、だからね、なんだろう。ねえ。私のね、自分のさ、自分自身の苦しいところを話するのは、本当一言一言なんか探しちゃうね。そう、6月の10日だったかな。だと思ったんだけど、まあ、長岡市にあるね、アオーレで、新潟県最大規模なのかな、の、コスプレイベントがあるのよ。そう。で、私は正直ね、そう、アニメは好きだけど、コスプレはね、あんま好きじゃないのよ。そう、興味がない。興味がないし、正直、コスプレをしてる人の写真を見ても、全然、心に響かない。そう、心に響かない。なんかね、私ね、アニメはね、まあ、正直いいよ。ほんと正直。アニメはね、アニメで見たいの。漫画はアニメで見たいの。そう。なんかね、正直ね、漫画原作で、実写映画って言われると、なんかね、ちょっとね、引くんだよね。で、アニメがあって実写になったっていうと、引くんだよね。そう。まあ引くは引くんだけど、見てやっぱり面白いなっていうのはあるんだよ。そう。うん。まあ、私の心に突き刺さるかどうか、は別として、例えば、9月に公開される沈黙の艦隊とかさ、まあ私がね、やっぱ高校生ぐらいの頃にすっごいガンガン響いた、漫画だったし、アニメも面白かったし、ぜひね、見たいなとか思うし、そう、キングダムも好きだから、まあキングダムね、まあキングダムの映画の2は私はちょっと残念な映画だったなと思ったんだけど、まあ3も多分見に行くことでしょう。そう。まあ、そんな風に、まあ、全部が全部ね、漫画原作の実写化みたいなのは、ダメだっていうわけじゃないんだけど、面白いは面白いんだけどさ、そう、なんかね、もうさ、無理があるでしょ、みたいな。
そう、なんて言うんだろう、もうこれコスプレっていうか、仮装とかじゃなくて、もう特殊すぎる、なんだろう、特殊ファッションっていうかな、なんて言うんだろうな、なんだろうな、なんかね、私の中で全然突き刺さらないのよ。なんかね、見てて痛々しく感じちゃう。でもまあね、まあ私がね撮ってるストリートフォトグラフィーのテーマとしては、まあテーマの一つとしてはコスプレイヤーの写真って面白いなとは思ってるの。だからさ、その10日のイベントちょっとね、写真撮りに行こうかなと思ってるんだけど、思ってるんだけど、まあ、このね、ほんと残念なスマホでね、これで撮らしてってのも、もうかわいそうなんだけどさ、まあ、それで撮りに行くんだけど、あら、信号青、赤だった。そう、なんだけど、まあね、声かけてさ、ちょっと写真撮らせてくださいって言えるかどうかってが私の中で大問題でさ、そう、まあ、今からね、ドキドキしてて、そう、そう思うとね、街ロク風の動画を撮っていくにも、アポ取って、っていう感じだったらね、そんなに私にとっては難しいことじゃないんだけど、そう、アポなしで、ねえ、あ、この人ちょっと声かけて話聞いてみたいなっていう人に、やっぱね、カメラ向けていきたいわけよ。となるとですね、やっぱ私の中の越えられない壁をぶち破る、ぶち破るメンタルが今必要だなって思ってて、今日はね、そんな私の中のダメダメな話をしていきたいと思ってます。まだ話していきたいと思います。だって、まあ、大体もうここまで話し切ってしまったんだけど、まあ、本当にね、そうなのよ。そう、だからさ、まあね、私の周りにはね、全然平気で声かけられる人いっぱいいるんだけどさ、ね、私の周りはね、本当、男子も女子もね、割合とさ、イノシシっぽい方が多くて、そう、なんか、なんだろう、躊躇なく、そう、すいません、みたいな、そう、って感じで話しかけられる人が多いわけよ。そう。みんなこいつらアメリカ人かと思うぐらい、フレンドリーな。まあね、たまに話しんで言ってくる、Y 君は、まあ、アメリカに留学してたから、まあ、超フレンドリーなのはわかんないでもないんだけどさ、他のね、いや、もう一人いたな。そう、マレーシアに留学してた、女の子の友達もさ、何がどうなってるかわかんないけど、超フレンドリーで、私はね、そこはね、海外に住んでても、どうもね、うまく馴染めなかったんだよね。だから本当にね、知らない人にパッと声かけられる人は、羨ましくて仕方ない。でも、多分ね、ちょっとね、ちょっと自分のモチベーションの中、自分の中の勝手に決めてる鎖を、妖怪機かなんかを垂らして、ちょっとね、外すことができれば、できるんじゃないかなって私思ってるんだね、私でもね。そう、そこのきっかけなんだよな。まあ、それが、まあ、写真撮るイコール、まあ、その目的が、目的を達成するっていうことを、しっかり自分の中でね、まあ、お仕事でできるんだからさ、まあ、仕事だったらね、そうできるんだから、まあ、仕事じゃなくてもできるんだと思うんだけど、そう、仕事は、まあ、やらなきゃいけないって思ってる。でもまあ、マチロクはね、どうしてもってわけじゃなかったりするわけじゃん。そう。だからまあ、マチロクもそうだし、まあ写真もそうだけど、120% どうしてもこの人を撮らなきゃっていう、信念みたいな、信念っていうか、まあ、使命感みたいな、責任みたいなのはないわけじゃん。もしか、で、写真にしても、マチロクにしても、もしかしたらその人を傷つけるかもしれないっていう、自分なりの、そういう、なんか、ガイドラインがあっちゃったりして、そこをね、なんか踏み込めない。
そんな話をしてると、まあそんなことを言ってるとね、割合と、そう、私は考えすぎなんだよ。もっと楽に行けよなんてよく怒られちゃうけど、でもそうなんだよね。だから、ほんと些細なことでも、なんだろうな、自分からさ、自分から、一から、自分からね、世界に向けて何かを、発信することは全然躊躇ないんだけど、自分から誰か特定の人に情報を送るっていうのは、すっごい苦手なの。だから、メッセージも、LINE も、そっか。そうだね。よかった。今、日本語で喋ってた。日本人向けに、この、ポッドキャスト配信してるもんね。そう、LINE にしても、インスタにしたもの、Facebook にね、もう何でもいいけども、YouTube にしても、コメントもそうだけど、誰かに対して何かを発信するっていうのが、すごい苦手なのね。特定の人。一人ってこと。うん。逆にグループに対して、三人、四人いるグループに対して何か情報を発信するっていうのは、それほど抵抗がないのよ。そう、それがね、三人だろうか、100人だろうか、1000人だろうか、1万人だろうか、不特定多数に対して、情報発信することは、何の抵抗もないんだけど、一人に対して何かを伝えるっていうのが、すっごい苦手なんだよね。そう、うん。なんでだろう。そう、どうしてもね、相手、がどう思うんだろうってことね、過剰に心配しちゃうんだよね。そう。別にね、嫌われようが何しようがさ、そこで殺されるわけでも何でもないのにね。みんなどうなんだろう。そんなの私だけかな。私はさ、勝手に思ってるんだけど、日本人の大半はそうなんじゃないのかなって思ってるんだけど、どう思う？ああ、なんか、うん。まあそうだよってコメントいただけると嬉しいんだけど、でもそれはそれでちょっとスキルがないよね。そう、だからさ、ほんとさ、例えば、ストリートフォトグラフィー撮ってて、人が多いところ、なんか本当にそうだけど、すぐわかるんだよ。そう、外国人のね、特にアメリカ人のね、そう、多民族国家っていうかな、アメリカ人はね、すぐわかるよ。そう、すぐ手振ってくれるし、目があっただけで手振ってくれるしさ。最初ね、知らなかったんだよ。そう。なんでこんなにフレンドリーなんだろうって。そう。で、喋ってみると、どうやらアメリカ人っぽい。赤さ、アメリカ人。あんまでも他の国の人もフレンドリー。いや、フレンドリーな人がいるかな。私ね、あんまアジアの人でもうめちゃくちゃスーパーフレンドリーって人はあんま知らない。なんか私の友達には、いるな。香港とか、香港の友達とかは、なんか、フレンドリーだよね。全然平気。そう、そうだよね。そう、まあ、香港たちも、もう、ずいぶん前。そう、今、中国になって、今の中国の香港の子たちがどうかわかんないけど、私の、学生時代に一緒にずっと過ごしてさ、香港の、チョンとか、ソウとかは、すっげえフレンドリーだったよね。うん、まあ、そこはね、私にとっては大きなさ、そう、もうほんと、大きな砦のような、鎖のようなもとでさ、まあ、そこをなんとか打破したいなって思ってるのよ。うん。それだけで全然私の活動の幅って全然広がるんだよね。そう。どうしたらいいんだろう。そう、悩んでもしょうがないね。もうほんとさ、そうだよ。私がさ、以前付き合ってた人も、まあそういうフレンドリーなタイプでさ、そう、ね、ほんと構いなしなんだよね。そう、私にとってはもう信じられない。そう、例えばさ、見たことない制服の女上司高生がさ、歩いたりするとさ、あの制服どこだろうねって私はさ、思ってる前に、ねえって、あなたたちどこの学校って、どこの制服かわいいねみたいな感じで声かけてんだよ。いや、私はもうほんと、マジに、すげえってしか思えない。まあそんなタイプの人だったんだけど、ちょっと写真タイム。
あ、そうだ、写真タイム。そう、録音しながらもできたんだっけ。喋りながらやればよかったね。あ、でも喋りながら写真撮れないな、きっと。どういうことかというと、私はあのね、今でこそスマホで撮ってるけど、前はね、8x10 っていう超大型カメラを使ってたのよ。まあね、超大型カメラって言っても、もっと大きい超大型カメラもあるし、超大型、でかい大型カメラもあるから、まあ、超でかい私の知ってるね、私の知ってる超でかいカメラ、特にフィルムカメラは写真のサイズがね、私がね実際に見たことあるのよ、自分で撮ったことないけど見たことあるのは、写真のサイズがフィルムのサイズがね縦50センチ、横1メーターぐらいの、そんなでかいカメラがあるんだよ、フィルムのサイズがね。普通のフィルムのサイズは、3.5 の、なんだったかな。それくらいだったと思うの。うん。で、私が使ってた、8x10 っていうカメラは、8インチ、10インチの、ので、B4 サイズぐらいのフィルムだな。そう。あ、B5?B4 だ。B4 のノートぐらいのサイズの、フィルムで撮ってたの。そう。なんでその話になった？なんでその話になったんだっけ？忘れちゃったな。そう、まあ、それくらいでかいカメラで撮ってたんだけど、その時ってね、やっぱね、シャッター1枚切るだけで、モノクロでもさ、その当時、シャッター1枚切るだけで、フィルム代1枚250円だったの。うん。で、カラーだと、カラーだと、モノクロが100円で、カラーだと1000円、カラーだと250円ぐらいだったかな。でもカラーは自分で現像できなかったから、結局、現像プリントってすると、まあ、ワンカット1000円ぐらいでしょ、その頃でね。今はもっと高いと思う。うん。だから、まあ、ワンカットに集中するわけだよ。あれですね、集中すると、ほんと、周りは何も見えなくなるの。そう、人を撮ってるときは、まあ、人だけしか見てないし、まあ人を撮ってるときはまあ人も見てるけど、まあ、基本的にね、8x10で人は撮らなかったから、そうするともう本当全集中力をマックスにすると、そこに誰が立ってても、多分ね、彼氏がね、目の前通っても気づかない。ってぐらいマックス集中しちゃうのよ。そう。だから、なんでその話してる？なんか集中力の話をなんかしたくなったんだけど、やーっば。なんか写真撮りながら歩いてるうちに、何を喋ったかったのか忘れちゃったな。なんかこれまあこういう写真好きな人いるよね。そう、まあ私は別にそうでもないけど、まあ、なんだろう。サムネ的には、すごく、映える写真だからと。そう。このまま喋ってればいいのか。そうすれば、まあ、わざわざ切り替える必要もない。うん。まあ、そんなぐらいね、マックス集中力を、使って、まあ、撮ってたりしたからさ、なんだろうな。うん。本当わかんなかった。本当なんで、写真の話を始めたかわかんなくなっちゃったよ。そんなわけで、ちょっともう一回切り替えて。元に戻ると、まあ、いや、本当に、私は人に声かけるのが苦手。うん、本当、誰でも声かけるフレンドリーの人に本当憧れるわ。で、何にも考えない、何も心配しないで、とりあえず突き進むと。本当、何も考えてないことはないけど、あと思ったら、もう、一直線に突き進む人と、誰でも声かける、まあ、両方一緒だよね、目的は声かけるってことが目的だから、もうそこについて、もう最短距離でバッて動ける人、本当心から羨ましいと思ってる。うん。まあ、私の16時間断食のダイエットはね、まあ順調でさ、順調っていうか、最近ちょっと順調すぎて、なんか逆に怖いんだけど、そう、まあ、1ヶ月半ぐらいの停滞期があって、まあ、ずっと102前後をうろうろしてたの。103ぐらいに戻っちゃったとか、101ぐらいに行ったりとか。
まあ、前後1キロぐらい、102前後1キロぐらい行ったり来たりしたんだけど、最後に103点何キロっていうのが、だいたい2週間くらい前なのよ。2週間ぐらい前だったのが、そこからキュキュッとって、今96ぐらいだよ。なんなのって思わない？そう、7キロぐらい追ってる。この2、3週間で。うん。そう、7キロ落ちると、体が軽いっていう、一気に7キロも落ちると、体が軽いっていうのがわかるよ。そう。しかも、なんか、着てる服が、なんかちょっと大きくなった感じがする。うん。そう。ただね、7キロってもう、体脂肪率自体は、1% も変わってなくて、まあ、体重とね、体脂肪率をかけると、脂肪の量が出てくるわけよ。脂肪の量は大体私はね、16時間断食始めた頃は、33キロぐらいあったんだよな。うん、脂肪の量がね。そう。で、今は大体29キロぐらい。そう。だから、なんだろう。計算したの忘れちゃったけど、まあ、でも、現在体脂肪率大体29から30%ぐらいなんだよね。うん。そう。だからまあ、もっと体重、もっと落ちていくと、体脂肪率も変わってくると思うんだけどさ。そう、まあ、順調は順調なの。まあ、停滞期が長かった分。だから、ま、1ヶ月半ぐらいまた、次の停滞期が来るまでに、と、まあ、90ぐらいまでまで落とせたら、最高だな、なんて思ってるんだけど、停滞期は必ずあるってのは、ま、知ってたけどさ、そう、苦しいよね。もう、本当にさ、停滞期なのか、単純に私が不節制してるだけかわかんないけど、うん、停滞期はほんと辛いよ。まあ、停滞期にしよう。私、停滞期っていうよりも、自分がさ、なんかほんと、不節制をしてただけっていう気がして仕方ないんだけどね。そう。まあ、今月からね、もう、不節制しないように、出てできないように、まあ、手元にね、ほとんどお金残らないように、月の初めに必要なものは全部買っちゃって、まあ、お金を、無駄遣いできないような環境を作っちゃったから、まあ、そういう意味じゃね。まあ、ほんとなんか、ギリギリの生活を1ヶ月したけど、まあ、それはそれで、まあ、結果オーライなのかな、と思ってます。うん。で、まあ、来月も、ちょっとギリギリ生活にチャレンジしようかなと思ってて、うん。そう。来月はね、カラオケライブ用の、スピーカーとマイクのセット。と、スマートフォン。うん。スマートフォンを買い替えようと思ってます。そう。まあ、ちょっと古いんだけど、まあ、中古で、なんだっけ。ハーウェイの P30 を買おうと思ってます。今までね、P20 は 2台ぐらい使ってたの。うん。両方ね、壊しちゃったんだけどさ。そう、P20 すごくね、使いやすかったのよ。そう。で、P30、まあ、まだまだ現役だからね。そう。P30 も多分4年ぐらい前の機種だと思うんだけど、まあ、P30 買って、そう、今使ってるこの中華スマホ。だってこの中華スマホだからなのかもしれないけど、まあ、なんせね、Facebook のね、Facebook の関連アプリが入らない。なんでだろうね。そう、このバージョンより古い、私のタブレットは別に Instagram も Facebook も入るのに、そう、このね、Android のバージョンそんなに古いわけじゃないのに、Facebook と Instagram が入らない。さすが中華スマホとか思っちゃってるんだけど、うん。そもそもね、もしかしたら、中国国内で販売すること前提で、まあ、いらないでしょっていう感じだったのかもしれないし、そう、まあ、そんな中華スマホだけど、まあ、使って1年半ぐらいで、なんかね、画面がちょっと怪しくなってきて、まあ、このままいずれ画面がちょっと、ダメになっちゃうかな、みたいな風に思ってて、そう、ダメになっちゃう前に変えちゃおうと。そう、ダメになっちゃって慌てて買ったのがこれだったから、まあ、P30 だったら、多分ね、
多分でか、インスタとかフェイスブックとか、まあまあまあ、そんなに極端に古い、極端に新しいことをしなければ、まあ問題ないでしょう。うん。そう。で、まあ、来年ぐらいに、P40 を買おうかな、みたいな。そう、と思ってます。今度は壊されないように。壊さないように気をつけたい。いや、すげえ。朝日が出てきた。うわ、眩しい。でも気持ちいい。うん。そう。まあ、それを買うと、まあ、大体ね、それを買って、あとは、今月消費した、食材を買ったりすると、まあ、大体ね、なかなかギリギリのラインに落ち着いちゃうわけよ。そう。うん。まあ、そうすれば、まあ、そうすればね、また、そう、私のね、特製畑のね、土手の畑の草を食べたりとか、そう、杉本さんからもらった野菜とかを食べながら、まあ、生活すれば、まあ、まあ、なんとかなるでしょう。うん、来月ぐらいは。うん。そう。まあ、その、二つを買うことで、まあ、クオリティはもう一段階。まあ、写真のクオリティもそうだし、カラオケのね、生ライブに関しても、まあ、ちょっと一歩前進。そう、かなと思ってます。他に必要なのはいっぱいあるけどね。そう、まあ、一気には、それやれないし。うん。と思ってます。そんなわけでですね、朝日も差してきて、私の、もう本当、ここのトゲになってる、まあ、人に声かけられないというより、思ったことを、一直線、最短距離で、パッて動くことが苦手だということ。そう。もうね、その分野にもよるんだけどね。そう。私が苦手だと言うと、いや、あんたが苦手だったらさ、他の人は誰もできてないよっていうふうに言われちゃうけど、でも苦手なのよ。そう、分野によって。本当に一人に、一対複数に情報発信するのは全、一対複数に対して何かをするのは全然平気なんだけど、一対一に対して何かするのはすっげえ苦手なの。そう、まあ、そんなわけで、なんか、可愛いというかね、まだ逃げないでいる。そう。うん。そんなわけで、今日も、ワケありライトウォーク、お話してきましたが、まあ、夜とね、職場に着くので、ここまでにしたいと思います。そう、ご視聴ありがとうございました。いや、もちろんね、もっとね、喋ってようと思えば喋ったらええんだけど、なんか、内容がダラダラになっちゃうの嫌や。そう、そんなわけで今日はここまでにしたいと思います。まあ、こねえでした。また、今度。バイバイ。